ブラウニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。おさむです。今回ご紹介するのはイールプロダクツの花火シャツ、はい、こちらです。こちらの、解禁の半袖のシャツをご紹介したいなと思います。もうね、入荷してどうでしょう、一月二月近く経つんですかね。ここね、浜松ももう今年は梅雨明けも早そうですし、はい、全国的に見てもですね、ここ最近気温も非常に高くてですね、とはいえですね、なんていうか、こう夏物、あっという間に到来する夏に、合わせてですね、またそんなね、しばらく去年とか一昨年とかコロナでこうお出かけも控えてたりとかっていうのもあって、ちょっとね、エンジンかかりきれてないけどでもお出かけしたいんだよなっていう方にこそ、ちょっとねこれおすすめしたいなと思って、動画はい今回してますので、ぜひぜひ、最後までよろしくお願いします。はい、というわけで、最初にね、着用の動画いつも通り上げておりますけど、まあ、それ見ていただけたらね、もうあとはね、そんなにごちゃごちゃ言うことないんですけど、まあ、特徴としてこちらイールプロダクツのこのね、花火シャツ、もう名前の通りですね、花火大会というか夏にこそふさわしい、半袖の解禁シャツじゃないかなと思います。素材は綿 100% で、平織りの、まあ薄手すぎず厚手すぎず、非常にこうドライな肌触りというか、さらっと着られて、で、まあ、あとシルエットがですね、ちょっとこうボックスというか、はい、身頃たっぷりとってます。ぐるりで120センチちょっとぐらいかな。とはいえ華奢な、僕のような、男性が着たとて、なんて言うんだろう、こう変にビッグシルエットすぎないし、まあ、ちょっとね、肩周り、胸周りがっちりしてる人とかが着ても窮屈感もないし、着られてる感じがどの道ないかなというところで非常におすすめです。カラーリング2色ですね、ございます。で、どっちの色がいいかっても、これ ここに分かれると思うんですけど、今ね、僕が着てる方の色はちょっとこうサックスにイエローが、ストライプの太いね、ストライプが入っている、まあ、合わせやすそうなお色ですし、個人的にはパープルめちゃくちゃ気になります。花火シャツという名前の由来通り、こう花火の線香をイメージした、ちょっとね、この近くで、よいしょ、どっかな、ちょっと今反射した、あ、この辺ですかね、はい、見えますかね、このね、花火の線香をイメージした、はい、こういったストライプになってまして、なかなかこう類似のアイテムっていうのもパッと思い浮かばないですし、本当ね、イールはこうネームセンスとこのアイテムのクオリティの高さっていうか、非常にいい意味でミスマッチというか、ポップな名前に対して商品は非常に作り込みがいいので、かつですね、お値段的にも、国内生産、生地にもこだわり、縫製も良くて、お値段的には比較的リーズナブルなんじゃないかなと
思います。はい。というわけで今回はですね、駆け足ですけど、このイールプロダクツの、花火シャツをご紹介させていただきました。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。それではまた。